なめしなめしは、刻んだ青菜を炊き込んだ飯、あるいは、さっと湯に通して塩を加えた青菜を混ぜた飯である。なめしそのものは、いわゆる糧飯であり古くからあるが、記録に残るものとしては、鈴鹿家機の応英元年の記事に、なめしの記載がある。寛永年間の頃には、腰掛け茶屋のなめしに、味噌玄学が付きものとなり、各地に名物なめしがあった。 中でも大見国目川のなめし田楽は、東海道を行く旅人に好評だった。官方年間の頃江戸には、この目川のなめし田楽を商う店が、浅草近辺に多くあり流行っていたという。後には、高浜巨子も、サミドリのなめしができて角箸屋と、なめしを織り込んだ俳句を詠んだ。また、東海地方では、現在もなめし田楽を出す店が多く、特に、 愛知県と橋市では、東海道53時の吉田塾の名物料理の一つであったと言われるなめし田楽を地元の名物料理として全面に出している。郷土料理として、千葉県の房蔵丘陵にある長南町や、利根川流域の栄町などでは、正月7日の七草がゆの代わりになめしが食べられ、静岡県中山間の岡部や和歌山県の熊野灘に面した那智勝浦町、 富山県新川地方の魚津市などでは、初秋から初冬の食べ物とされる。他、三重県鈴鹿市では、株や大根の葉ではなく、春先に蕾ができかけた頃の菜の花を入れたなめしを食べ、季節感を味わう。戦後も高度成長期以前には、一部都市部などを除けば、白米のご飯は晴れの日のご馳走であり、かてめしは一般的な食べ物であった。 しかし一概にまずいとも言えず、カブや大根の葉を使ったなめしは、さっぱりして美味しいものであった。そして、米あまりの現在でも、独特の爽やかな風味で愛され、家庭料理としても食べられている。通常、カブや大根の葉から茎あたりを用いるが、火の通りやすい青菜を最初から一緒に炊き込むと、出来上がりは水っぽく、色も悪い。美味しく作るためには、 最初に、飯だけ別に炊いておき、炊き上がったところで刻んだ菜を混ぜ込み、蒸らす。この時、つまり混ぜる前に、菜の水分を、ある程度抜いておくのがコツである。軽く茹でて、細かく刻んだものを軽く唐入りするか、塩をまぶして、しばらく置いたものを絞り、細かく切って使う。味付けは塩のみである。菜は、青菜ならば特には種類を問わず、カブ、大根以外では、小松菜、 ほうれん草、菜の花、野沢菜などでも良い。変わったところでは、しそやわさびの葉などが入れられることもある。大一線、なめし、ハット AB 松下幸子、江戸料理辞典二26ページ、岡田明、食べ物期限辞典305ページ、聞き書き千葉の食事179、305ページ、聞き書き静岡の食事162ページ、聞き書き和歌山の食事259ページ、 聞き書き富山の食事247ページ、聞き書き三重の食事49ページ、聞き書き愛知の食事297ページ。ありがとうございます。